すごい。じゃあまずはそうですね、あの長澤さんの、はい、キャリアのスタートのお話から少しお聞きできればと思うんですけど、はい、そもそもお生まれは東京でしたよ、ね、はい、そうですよね、はい、でその大分に行く流れになったところからちょっとお聞きしたい。は専門学校が、まあ、児童制服士という、まあ、3年で国家資格が取れるというか、まあ、それを取ってじゃあその普通に東京っていっぱい就職先あるんですよ。でまあ割とそこそこ給料もまあ25、6とかもらえるところもあるんですよ。でそれをじゃあその20とか21からやろうって考えた時になんか面白くないなと思っちゃったんで、それで自分がやりたいことのプロのスポーツトレーナーになりたかったの でその一番近いルートが、まあ、大分にあったんですよね。だからまあじゃあ大分行こうかなみたいな。向こうにその、まあそういうことをされてらっしゃるお知り合いの方がいらっしゃって。そうですね、うん、あの J リーグ そのチームの名前を使った初めて、あの日本で唯一 その治療院みたいなのがあったので、そこに、そこのオーナーが大分トリニータのモチーフのトレーナーだったので、そこにたまたまそのトレーナーと僕の学校の先生がなんか昔一緒にやってたかなやってなかったかですごく仲が良くて、でこういうやつがいるからみたいなっていうところで、まあ僕面接もしてないっていう。はい、給料も聞いてないので。ああそうなんですね。はい、まあとりあえず行ったらなんとかなるかなっていうところで行って、まあ、3年ぐらい修行して戻ってこようと思ったんですけど、はいはい、20代全部費やした。実際はでもあれですよね、その大分で、まあ、そのサッカーのチームだけではなくて、そうですね、ラグビーのチームで、はい、いろいろお仕事をされてた、はい、まあ、やっぱりその、まあ、そこもプロのって感じ、プロの。それは学生社会人ですね、はい、高校大学社会人チームのラグビー。大分はラグビーはプロチームないので、はい。なのでその時まだそうですね。でもラグビーの何ですかね、やっぱ田舎行っていいか分かんないんですけど、あるあるみたいなので、はい、ラグビーって人口が少ないので、もう花園って一番全国大会の大きいのがあるんですけど、僕が行った当時とかはもう10校しか出場しないんです、そもそもとか。大分ですか。そうだから東京にいた時には考えられないことが起こってるんですよね。サッカーの県大がベスト10、もうスタートからベスト48とか、もうあれすぐ終わっちゃうみたいな高校の数がこんなに少ないんだなっていう、大分のその地域の違いみたいなのがあったので、そうですね、プロじゃなくてそう学生だったんですけど、そもそもがそのなんでラグビーだったのかっていうと、怪我がとにかく多いので、もう絶対1試合に誰かしらは怪我するので、だ経験値を上げるにはもう、その時もその僕が勤めてたところにもうすぐその行った土日の日曜日かな、連れてかれるんですよ。で一緒に先輩が行ってるところに行って、でそれをひたすら見るみたいなのをやって、まあ自分もそこに一緒についてったみたいな形ですかね。そこがもうスタートですね。でまたそれであれですよね、大分トリニータの方の仕事もされて、はい、でそこから東京戻ってくるんですよね。あ、はい、で今度ご自身でそうですね独立して、はい、まあ、パーソナルジムされると思うんですけども、ええ、そこの転機っていうのはどういう流れだったんですか。自分でするっていう、それと30でこっちに帰ってくるっていう。そうですね、はい、ああ、それはまあプライベートのこともありましたし、はい、まあちょっと僕がそのプロに なれたのは良かったんですけど、結局、まあ、その業界ってそのプロで 何十年やってても50でじゃあ契約切られた場合に、なんていうんですかね、
先がないというか、50でこの仕事をバリバリやるっていう元気あるかなとか思った時に、もうプロでやってる時の何ですか、消費がすごかったので、まあ僕のオーナー、あの僕を紹介してくれたオーナーはもう20年30年ぐらいやってたんですけど、まあそれも見てた上で早く独立した方がいいなと思ったので、なので経験だけさせ、経験させていただいて、すごいいい環境だったんですけど、提示もいただいてたんですけど、ちょっと離れる決断をして、はい。でそこの、まあ、元々スポーツの畑にいたので、はい、スポーツ関連の、はい、まあ、ケアをされてて、ええ、トレーナーとしてケアをされてて、で今って割とこう女性を中心とした、はいはい、フィットネスのトレーニングと、まあ、ケアというところのサービスをされてると思うんですけども、うん、はい、そこに至る流れといいますか、あ、そのなんとなくですけど、こっちに帰ってきてもスポーツのアスリート向けのとか、うんうん、っていうふうに なるような、普通の流れだとそうなるしなくもないですね。そうですね、はい、もちろんね、その集客してたらそうなったっていう話もあるかもしれないんですけども、まあ、結果的には多分そういう方々に受けていらっしゃるので、うん、あの女性で運動苦手な方とかが多いっていう話で、うん、そういう方で受けていらっしゃって長く来られている方もいらっしゃると思うので、うん、その受けたポイントみたいなところってご自身でなんかどういうところなのかなとか、あ、受けたポイント、そのプロアスリートやってればよかったのをこう変えたっていうポイントみたいなイメージですか？というよりは、うん、実際お客様がいらっしゃって、うん、運動があんまり得意じゃないっていう方が、うん、あの長く続けてらっしゃる方がいらっしゃると思うんですよね。はいはい、そういう方々がなんで長く続けていけてるのかなとか、はい、そうですね、はい、これはあの、まあ、すごくシンプルで刺激を抑えてるからなんですよ。まあはいはい、単純、すごく単純で、あのなんか筋肉痛、トレーニングイコール筋肉痛が出て超回復みたいな、これはまあちょっとなんだろう、痛くなった後のことを考えるとすごく分かりやすいんですけど、痛みが出るってその生活レベルから言うとマイナスなんですよ。でゼロに戻るってことは日常生活では痛みがない、うん、でここからプラスになっていくっていうところになってくるんですけど、トレーニングってプラスのことなんですよ、まあ、本来は、はい、本来は、はい、でもマイナスで何かしらやったことない人がちょっとでも痛みが発生する状態にすぐマイナスになるので、はい、ここで乖離が起こるんですよね。はははでいうのはもう分かってるの で、はい、であとは僕どちらかとそのなんだろう、機械のメカニックみたいな感じじゃないんですけど、人の体はこう動くこう動くっていうのが結構好きで、だからその人によって、あ、こういう姿勢がこういうことをしてるからこういう姿勢がなってこういう癖になってるんだろうなみたいな、そうするとマシンとかって結局一方向性の動きなのでその人の癖が治らないんですよ。ずっと例えば手で押すって言ってもここで押すのかここで起こすのかどこで押すのかみたいな話になってくるので、それが治らないと結局痛みが取れないかったりとか、なんかスポーツを自分がやりたいって時に全然良くならなかったりするので、ってなるとなんだろう、その人でもなんかすごいスモールステップみたいな刺激をまずこんなぐらいでいいんですかって最初言われるんですけど、じゃあもっとやりますかって言うと、いやいいですって言われるんでだからそこはまあなんかちょっとずつやってっていくとできるようになるんですぐ。もうそれもだってあの結局神経と筋肉のつながりって大体 2,3 週間であのつなぐ、まあ遅くても個人差はありますけど大体それぐらいで体を動くようになるってくるんで、まあなんか気質的な問題がなければですけど、僕がパーソナルジム行った時に1週間、最初の1週間で2回行ったんですけどすぐ風邪ひいたんですよ、うん、あそこまで全然風邪ひいたことなかったんですけど、ええ、多分激しく抵抗力が落ちちゃった、うんうん、それで風邪、もう熱出ちゃって、ええ、でその次の週間休むっていうことがあったんですよね、うん、だからまあまあ別にね、それがいい悪いは別として、うん、まあやっぱり筋トレとかそういうのってもう体、まあ普段だ体は免疫保たれてるけど、著しくこうよ、ね、そういう免疫とかが弱まるんだなってすごい体感したんですけど、まあ多分そういうことも含めてですよね、怪我とかも多分もしかしたらそうですね、まさに今言っていただいた現象は、はい、プロでは絶対やっちゃいけないんですよ、
一週間のうち正直2回で、なんですか、あのトレーニングした後に熱とか出ちゃうと、これ取り戻す、またさっきの言ったようにマイナスになっちゃうんですよね。そうすると遅れて試合に間に合わないみたいになっちゃうんで、だからコンディションを作るっていう考えからすると、あのただ痩せるんだったらいいと思いますよ。その体重崩しても痩せるんで、痩せるっちゃ痩せるんでだから刺激を入れてうまくこう段階を減るのか、その短期の目標でここのスパンでこれぐらい痩せたいのであれば、痩せたいだけにフォーカスするんだったら、それはまあ何でもやり方はあるので、うん、まあ僕はそれはどうなのかなとは若干思っちゃいますけど、でも業界がそういう業界っちゃ業界なので、体を使うって何ですかね、その学問みたいなのがいっぱいあるんですけど、運動学と生理学と解剖学やってますみたいな、これだけじゃ結構足りないので、そういう面でアプローチをかけちゃうと、もうあの何ですかね、話し手と聞き手がいるのにこう全然マッチしないみたいな、だトレーナーが言ってることをやってますっていうのは僕は双方向じゃないと思ってて、これが一番嫌いなので、だそういうのはそういうことは一切やらないというか、そうですね、選択肢がこれぐらいこれぐらいこれありますよみたいな、でその中でどうしてどうこうカスタマイズしますかみたいな感じになるので、これやってくださいって言うとなんかこう先生生徒みたいな関係になるので、はい、はい、僕がいないとできないみたいになっちゃうからですね。そうですね、あとはそうですね、まあやっぱりトレーニングとそのケアですよね、はいはい、の掛け合わせ、うん、っていうところで、まあトレーニングだけやってるときまあというよりはトレーニングだけやるようなジムもあるじゃないですか、はい、そことの違いってどうですか。ああ、そうですね、そこの違いはケアをやってることによって、まあ、動きの幅もそうですし、その例えば行き詰まることがあるんですね、こう例えばトレーニングをしてるときになんか上がらないとか、なんかここが違和感あるっていうのを動きですは分かってるけど、とりあえず頑張りましょうみたいな、あと一歩ですとか言われてもそれで無理しちゃうと結局それが痛みになっちゃうので、それと本見れば分かるんですよ、大体。あ、これこの辺になんか変な感じになってるだろうなみたいな。そうするとケアするときにそれをやったりとか針刺させたときに感覚がちょっと違うんですよね。そのルチューって言って、そのそこに関係するツボを刺激したりするとやっぱりなんか、まあよく言うのがこう滞りみたいなことを言うんですけど、があったりとかってなると、それがちゃんとクリアにした状態でまた次のトレーニングをしないと、さっき言ったようにこうなんかトレーニングって僕の中で破壊なんですよ。破壊ばっかりしてたら一個に再生しないと、結局再生っていうのはまあ寝たりとか、あの食事取ったりとかっていうふうには言われてますけど、破壊が強すぎちゃうと追いつかないんで、さっきみたいに体の中に炎症起こってみたいな状態になってしまうので、僕はそうですね、まあずっと結局そういう何ですか、それが当たり前の環境でその選手だったりとかやってきたっていうのもちょっとあるのかもしれないですけど、トレーニングだけとか食事だけとかっていうのではなんかアプローチは絶対体に対しては足りないんじゃないかなっていうのはちょっと、まあ、違いになるのかっていうところはありますけども、はい。そうするとどうしてもトレーニングとケアと食事っていうところが、ああそうですね、もうまあ言ったらワンセットというか、うん、まあ、どれも外せないピースになってくるっていうことですよね。そうですね、なんかあのよく食事制限すればまあ痩せるっちゃ痩せるんですけど、はい、まあ、当然ですよね、摂取と消費の関係なんで、はい、体重は。ただその問題はそこなのかって話になってくるので、食事だけ考えちゃうと食べたいっていう欲求が強い、はい以上ですみたいな。でもその食べたい欲求って違うとこからの問題があって、こっちに行ってる反応なので、この反応が起こってるそのもっとこう違うなんか動きなのか、その環境的ストレスなのか、プライベートのストレスなのか、仕事のストレスなのか分かんないですけど、それを知るには僕はケアはすごい大事だと思ってて、なぜなら体を触ると分かるんで、あ、ここが硬くなってると、そうそうそう、はい、
だから頭触るとあのすごく硬くなっちゃったりとか、あと一番分かるのはやっぱり肋骨とか。そうです、肋骨が硬くなっちゃうと呼吸が浅くなるので、でだから今特に皆さんマスクしてるので余計ですよね。だからなんかあのヨガとかピラティスとかで深呼吸してくださいって言ってますけど、深呼吸できる状態じゃないんですよ今ほとんどの人が。だからそういうのはあのそうケアしてると分かるというか、できなくないですか深呼吸とか。吐きやすいとか吸いやすいっていうタイプもあるので、それももう触ればすぐに分かる感じなんで、はい。まあ、じゃあちょっと最後になるんですけども、はい、そうですね、まあ、一般のその勤めの女性の皆さんですよね、うんうん、まあ、よくある、まあ、多分中澤さんとか来られる方って共通するなんかこう何て言うかね、お悩みというか、あの、まあ、もちろん痩せたいとか、あの体のラインが綺麗になりたいとかあると思う、うん、もう、まあ、結局そこ、まあ、ゴールはそこだとしても、うん、その、それ以外にも、なんていうんでしょうかね、最近、まあ、例えばデスクワークが多いとか、うん、その、まあ、姿勢が悪い人も、まあ、あとスマートフォンとかもありますよね。そうですね。はい、でなんかその共通して最近こういう方が多いなと、ここが悪いというか。ああ、それは僕の視点でいいんですか。はい、お客さん、はい、これ結構お客さんは気がついてないかもしれないですけど、結構ディープになってくるんですけど、はいはい、あの、なんだろうな、やっぱ女性が多いの で、はい、で女性ってでも働いてる女性って、はい、結構やっぱりなんていうんですかね、自分の主張をバンバン出して働いてるというよりは、はい、ちょっとこう自分は引いて仕事を一生懸命やってて、はい、結構こう真面目に仕事して時間いっぱいまで頑張る人がすごい多い気がするんですよね。はいはいはい、でまあその中でも、まあ、トレーニングもして体もきれいに保って見た目も、はい、そう心身ともに、まあ、健康でいたいみたいな状態だと思うんですけど、まあ、あくまでも体験談ではあるんですが、その女性の、まあ、女性の生理周期ですよね、はいはいはい、とかあの、まあ、不安定だったり不順であったりとか肩だったりとか、はいはい、っていう方に対してそうストレスが受けやすいんですよとか、はいはい、その生理が重いんですよとか疲れやすいんですよとかっていう人の、なんかちょっとそのままそれを放置しておくと、あの子宮に問題が発生するっていうのが結構僕の最近のトレンドって変ですけど、はいはい、これおかしくなるなっていう。でしかも実際結構やっぱ子宮筋腫って結構なんですか、女性にとってはもう子供、僕去年子供生まれたんですけど、はいはい、やっぱりそれでちょっと改めてその出産立ち会って、やっぱり女性のそのなんていうんですかね、その女性としての機能をこう今の生活でだいぶダメにしてるというか、だから出生率が低いとかも結局その根本的な問題としてはそういう姿勢だったりとかもそうですし、まあ食べ物もそうですし、その女性に対してのストレスみたいなのもその仕事のマインドとかもひっくるめて、なんかそういうのがすごい気になって始めていろいろ今調べてるんですけど、そうで子宮がそう悪くなっちゃうと、あのその後ろにあるのってその自律神経系ってよく今ちょっと話題になります、なってますけど、あの何て言うんですかね、自律神経失調症とか、女性だと更年期障害とかあの言われるものって、結局交感神経とリラックスするとのと興奮するののこうバランスって言われるんですけど、その子宮の位置を見ると体のところで子宮の位置の後ろにあるのって、その背骨でいうとそのリラックスの神経節って言って、まあその袋みたいなもんなんですよね。だからここが悪くなっちゃうとこの袋が悪くなるんで、ってなるとうんと、もう一つ袋が上にあるんですけど、背中とこう腰がその緊張を高めちゃうとか興奮、交感神経優位になるところなので、なのでみんな背中バリバリになるんですよ。そういう人はもうこうなってきちゃうので、でリラックスしてくださいって言ってもリラックス方向に向けなくなっちゃうので、やっぱそうなってくると、そうですかね、そのなんか表面なんですよね全部が全部。でも体を見てあげると
ちょっとここもまずそうなんで先に確認した方がいいかもしれないですねみたいな話になって、それがクリアになっていると、まあそうですね、やっぱ本人も気になってたっていうのがずっと頭の中あるんですけど、よく分かんないままどこ行ってもいいか分かんないみたいになっちゃうんで本当にかわいそうというか、その状態でトレーニングしてなんかストレス破産しようっていうのはちょっと逆な気がするんで危ないですよね。だからそういうふうなところで言うと、そうですね、たまたまなのか結構そういう方が多かったので、まあそう針をやってるとそうなんですよ、難病の人とかもこう来ていただいたりもするので、やっぱりそういった状態になってしまうとなかなか難しい、まあかなりレアケースですけど動けるっていうのはすごいいいことですし、ただ雑に扱ってるというか手間をかけないで今便利なものが多いんで、なんかその不便な風にわざとしていくみたいなで、なんかその手間をやっぱり体に対して手間かけるってお金かけるかしかないだろうみたいな感じになるかもしれない。自分で観察できるようになれば全然大丈夫なので、なんかそれが僕は本当に伝えたいのためにこういろいろその人の体を知って一緒にシェアしていきながらこう作っていくみたいなのが、まあ、一番理想としてるところかなっていう、それが違いになるのかな、そういうお悩みが多いのか分かんないですけど、はい、あ深いですねどうですかね、逆に言ったらちょっと共通のお悩みっていうところではちゃんと僕は救えてないのかもしれないですね。まあ、ね、とはいえ、なんでしょう、なんていうか問題提起っていうところまではいけるわけですよね。まあそうですね。うん、そうなんですね。わかりました。あとどうすかね、美容。わかりました。じゃあちょっと。とりあえず。一旦そのぐらい。大丈夫ですか。はい。